名古屋に着きました。ちょっと9時半遅い夕食ですけれども、私はあのね、名古屋駅に着いた途端にお腹がグーってなったので、ナイスお腹と思ったんですけども、先週は味仙に行って非常に堪能したんですけれども、普通の観光客の、グルメ名古屋飯と体験していないということで、今週はベタな岩崎を食べに来ました。世界の山ちゃんはね、池袋とかにもあるし、川崎にもあったり、結構東京でもオペラなので、今回はフーライブしてみました。はい、どうぞどうぞ。はい、手羽先の食べ方、インストラクションがあるんですけども、4種類方法がありますが、まあ、どれでいくかは、まあ、その時のフィーリングで言おうと思います。でもみんな注意してほしい、ここ手羽先の食べ方に決まりはありません。どんな食べ方でもどれだけ食べても美味しいのですと。あるので、手っ取り早く言うと、美味しく食べれば何でもいいってことですね。はい、手羽先来ましたよ。これは3人前、5本、手羽先5本で1人前なので3人前です。でもこんな手のひらサイズなのでちっちゃいね。さあ、じゃあこの手羽先を食べてみましょう。さっきのインストラクションを見ながら食べてもいいんだけど、まずはかぶりつくって感じかな。いただきます。これがさ、全く見えないんだ。うん、フーライブを初めて来ました。山ちゃんは結構スパイシーなんだけども、フーライブはちょっと甘いって聞いてたんですけど、その通りだなと思いました。おいしいよ。なんかいい夜食になりそうで、やばいですねこれね。3人前全部食べちゃったりして。そして今、私と一緒にいる友達は名古屋在住の友達なんですけども、かなり古い友達なんですが、何気に東京で会ってる時が多いくて、名古屋で会うのは久々だよね。2回目か3回目じゃない。うん、そうなんです。そんな不思議な関係なんですが、お土産はもちろん練馬がですよ。この練馬バージョンの練馬が、そして裏はもちろんスペシャルエディションの練馬 TV に持ってきました。名古屋でもちゃんと私は宣伝してるよということで、じゃあこれから手羽先を楽しみたいと思います。南花でした。